でもニキビから子供たちの思春期を守ることはできます。もっと早くプロアクティブ買ってあげればよかったなって。おはようございます。頑張ります。さらに電動洗顔ブラシをプレゼント。ウルトラソフトなブラシが毛穴の奥までしっかり洗浄。そしてさらに新開発のボディブラシもプレゼント。長くカーブした形と柔らかシリコンヘッドで全身きれいに。お父さんが手を差し伸べてくれました。プロアクティブを使ってみないかっていうのは僕から言いました。いや本当に感謝。あ、よかったね。ですかはい、今車屋さんから車ができたって電話があって、ちょっとこっち持ってきてくれるってことなので、今待ってるとこです。で案の定なんですけど、今自分がいる家ってなかなかちょっと分かりにくくて、結構手前でみんな曲がられたりするんですよね。あー、どこ行ったんだろうまあちょっと待っときましょう。難しいのでちょっと道路まで出て待ってましょう。あ、貴様だ。ズブ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 。なんかよくわからん。あ、来た帰ってきた。すいません、道が分かんなかったでしょあ、ここちょっと出にくくて、すいません、ちゃんと言えばよかったですね。あ、どうしよう。こっち先の過ぎてから左の方に止めてもらったら。はい、じゃあ戻ってきました。で、今回故障したって言ってた、ラジエーターのとこなんですけど、ラジエーターの方がやっぱり修復は無理だったってことだったので、とりあえず、中古の方がついてます。ちょっと開けてみますね。で、見えるかな、下の方に見える、AC デルコのシールが貼ってあるやつですね。ロアホースルらしいんですけど、これも、結構もうやばかったらしいです。中から亀裂が入ってて、もうそれが外まで到達してたみたいで、そこからも漏れてたって聞いてます。とそれ以外にもちょっとまだ何か所かあるらしいんですけど、当面は大丈夫だろうということなので、まあ水のチェックは欠かさずにやろうと思います。まあ戻ってきたんで喜びましょう。はい、そういうことで、今回はここまでです。また次回よろしくお願いします。それでは。